いってらっしゃい、気をつけてね。おはようございます。はい、ごはよう。今朝も冷えますね。卵温めスタイル、ゆっくりしててください。ファミリーもおはよう。ありがとうございます。ガリガリさんは1個だけですか？2つ持ってますか？上乗ってんの、もしかしてお腹の下にもう1つあるんですか？それは言えねえにゃみたいなお顔してますけど。ファミリーもゆっくりしててください。ボボゴリに寝る。あ、バレた。お腹の下にあるお腹見せてバレちゃいました。ナムちゃんもおはよう。ナムちゃんまだまだまったりしょですね。ナムちゃんもゆっくりしててね。本日もね、スカッと晴れた気持ちのいい朝ですね。さてはてね、今日はね、何しようかなと思っておりますけれども、昨日ね、ちょっとね、グラグラ過ごしたからね、今日はね、お昼寝はなしでね、頑張っていきたいと思います。午後のお外探索タイムです。サニ君もあそこにいるんだけど、ここから顔出してますが、まあ3匹でね、ずっと運動化しておりまして、わっちゃ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 とですね、走りまくっておりましたで、行くよ言ってね、みんなで走ってきてね、サニ君も一緒に来たんだけど、サニ君は行かないよ言ったらね、あそこで覗いてますね。サミちゃんは何してるんだろう。私が座ってるとこは日陰だけどね、日向いるとポカポカ暖かくて気持ちいいですね。ベッドルームね、午前中ね、日が入るのでね、みんなで日向ぼっこしてたんですけど、小山さんも日向ぼっこしてるね。コミックがね、日向ぼっこするのはこの時期だけだね。暑い時はしないのでね、できる限り日の当たるところに行かないようにしてるから、日向ぼっこするにちょうどいいんだろうね。あれ来ましたけど、あれボミな、日向ぼっこいいんですか？わったか、ぼっかぼかな、ボミク。あったかい。黒いところが特にあったかい。白いけど全然違う、あったかさが。あれ、お家入るなのかなっぽいですね。お家入るらしい。サムちゃんは呼んでもこの感じだとね、戻ってこないかなと思うんですけれども。私、この後ね、お買い物出ようかなと思っておりますので、ガソリンどのぐらい入ってたかなっていうのがちょっとね、思い出せないからね、ガソリンの残量によってね、行き先を変えようかなとは思っているんですけれども、まあ、とりあえずね、お家入ってね、パパッと準備してね、出ようと思います。ガソリンたっぷり入ってたので、そういえば、日曜日アウトレット行く前に入れたんだと思って、なので当初の予定通りですね、コリアンマーケット行きたいなと思ってたので、行ってこようと思います。行ってきます。お家帰ってきました。お帰りでみんな出てきてくれたんですけど、お買い物してきたものを出してる間にですね、また寝床戻って寝ておりますね。ということで今日もね、いろいろお買い物してまいりましたが、これは冷凍の豚バラの薄切り肉、山芋と、これはチャイニーズチャイブ、ニラですね、チャイニーズエッグプラント、長い、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、お茄子、これはおネギ2本で99セントでしたね。で、大根も2本、すごく太くてね、ヒゲがあんまりなくて、この毛穴っていうのがまっすぐなね、いいやつがあった。あとお豆腐を3つ、それからししとうね、お父さんししとう好きなんだよね。これ安かった、1袋で79セントだったの。マネージャースペシャル、白いのと茶色いのが入ってるしめじ2パックと、これ久々に見かけたので、これ美味しいんですよね、スンドゥブの素。あとこれはチャプチェ、まあグラスヌードルかな、全部韓国語のやつと英語が書いてるやつで悩んだんだけど、英語書いてある方のが調理の仕方わかるかなと思ってこちらにしました。ごぼうと白菜もめっちゃ安くって、5パウンドで99セントとかだったかな。でリミット12パウンドって書いてあったと思うんだけど、なのでね、2つ買ってきました。週末はなのでお鍋にしようかな。トレーダージョーズにも寄ったんですけど、アーモンドミルクね、いつもねちょっと甘いの買ってるんですけど、今日は甘くないやつを買いました。ひよこ豆の缶詰と、これコミックとサムちゃんにと思って、ココナッツオイル、ご飯に乗せてちょっとチンしてあげようかなと思ってます。あと昨日ね、使い切ったからケッパー、スモークサーモンとトマト、キュウリ、ちっちゃいアボカドになります。以上になります。ということでこちらね、ババッと片付けて、今3時45分なのでお散歩出ようと思います。それではね、お散歩行ってこようと思います。今日はね、ゴルフクラブの入り口まで行ってきたいと思います。行ってきます。今ね、リスがね、こっからぐーっとね、こっちまですごい勢いで走ってたんですけど、サムちゃん追いかけなかったの見てたんだけど、どうしたのかしら、急にハンターじゃなくなったのかしら、チーしてましたけど、それよりもなんか気になることがあったのか、何にも気にしてなかったんだよね。今日追いかけたくない気分なのかな。食事分チーしたとこじゃん、行くよ。ホミ君ずっと尻尾に小枝か何かをつけて歩いてるんですけど、お土産らしいので落とさないように歩いてますね。ホミ君何つけてんのそれ。
お土産なの？お父さんに見せるの？そのお土産はちょっとな、お家に持って帰ってほしくないな。日が出てる時間はね、ポカポカ暖かくて歩きやすいですね。太陽はあの辺にあるんだけど、山の向こう側に隠れたら急に寒くなるんだろうね。あっという間にね、ゴルフクラブ着きましたね。そういえばね、この前気づいたんですけど、文字ね、ちょっとずれてたと思うんですけど、直ってましたね。そりゃまあだいぶね、ここも来てないからね、直してるわな。行きますか？道場行ってください。サミちゃん、サラダバーカのようにあっちの奥の草むらのね、草をむしゃむしゃ食べておりましたが、蹴ってますけど、この蹴ってる時はね、フェロモン出してるんだって。でもその上はオスが主にやることらしいんだけどね。サミちゃん女の子なんですけど。よし行きましょう。ホミタ引っかかりましたよ。よいしょ、じゃあ帰ろう。お家帰ってきました。さすがにサニ君起きてなかったですね。まあでももうそろそろでね、起き出して飯くれって言い出す時間かなと思いますが、お散歩出る前ね、洗濯機のね、洗浄をかけていったので、終わったらね、拭き上げて、でまあちょっとお家のことしてね、ご飯の支度やなんやらかんやらね、やっていこうと思いますので、アイを拭いたらね、ご飯の時間までゆっくりしててくださいね。ご飯にしましょう。テンション上がってますよね。サニ君もね、バリバリバリっと食べてどこかに消えましたけどやっぱり5時ぐらいからね、あそこ座ってましたね。そうだから、お散歩帰ってきて10分後ぐらいからね。ポミ、サニ君腹減りなんだよね。ポミはねんねしてたよね。タムちゃんもねんねしてたね。お散歩行ってきてね、チョコレートよ言ってね。ここにね、ご飯入ってるんですけど、ここ開けるとね、サムちゃんすごい勢いで走ってくるの、寝てるんだけどね。よく知ってますね。あ、ごめんなさい、お待たせしましたね。はい、で、よし食べなさいですよ。ゆっくり食べてね。お口もちゃんと食べようね。落ちましたよ。はい、サムちゃんもおしゃれして、おしゃれしたまんまよ。入って、おかゆし食べなさい、どうぞ。食べてください。サムちゃんもゆっくりね。ゆっくりガニガニよ。ゆっくりガニガニしてください。はい、ヨーグルト一緒にしましょう。ココナッツオイルをですね、あげたかったんですけど、ご飯にかけてね。何をどう頑張っても、瓶の蓋が開けられなくて。いろいろグッズはあるので、駆使したんですけど、ダメだったので、お父さん帰ってきてから開けてもらってて、明日からね、あげようと思います。何、サムちゃんは、いい子いい子してって来てますけど、まだご飯途中でしょ、サムニャ。お座りは？そうでしゅね、お利口さです。おめくもとお利口でしゅ。いつもありがとうございます。待っててくれてね。じゃあ今日も頑張ろうね。で、おかわりだ。ペロじゃない。で、おかむかって、おかむかって、おかわりって、おかわり。じゃあ最後で、おかよし食べなさいですよ。すごく上手でした。落ち着いててグボです。ゆっくり食べてね。サムちゃんもね、おしゃれしたままでお願いしますよ。で、おかわり立ってますよ。はい、もう一回。で、おかわり上手じゃん、できるじゃん。もう一回、これ最後ね。で、おかよしでしよ、食べなさい。はい、どうぞ。ちょっと立ってましたけどね。お利口者です。グベビでしゅね。ねえねえ、ヨーグルトちゃん食べたらね、またね、お父さん帰ってくるまでゆっくりしててくださいな。それでは私、ご飯食べようと思います。お父さんね、待ってようと思ったんですけど、待てと暮らせと音沙汰ないのでね、あんまり遅くなるのもあれだからと思って食べちゃおうと思います。いつも通りのチキンのサラダ。これは今日ね、作ったんですけど、昨日まで食べてた豚汁とほぼほぼ一緒なんだけど、今日買ってきたごぼうと、あと切り干し大根ね、いただき物のあったのでね、それも入れて、ね、生姜はこの前よりももっと入れた。ほぼほぼ生姜味じゃないかっていうくらい生姜の香りがしておりますが、体温めるためにね、切り干し大根もね、デトックス効果があるのでね、入れるといいかなと思って入れました。ごぼうと人参と大根、根菜多めで、あとトマトも入れて、旨味のために。大根いっぱい買ってきたのでね、これも大根なんですが、大根とスモークサーモンと柚子皮がね、あったので、で、柚子果汁もあるから、柚子風味であえてみました。その他オリーブオイルと少しガーリックソルトを入れたんですけど、めちゃくちゃね、さっぱりしてましたね。で、キュウリのスティックとヒデのタレですね。ということで、食べようと思います。いただきまーす。お父さん帰ってきましたね。暗いわよ。お父さんお帰りだね。あたちもよって歌るよ。サンちゃんは、うん、久しぶりになった。甘え
無駄なのにゃ、うん、はい、降りましょう。はい、行きますよ。で、週早いな。じゃあお父さんご飯だね。さあ、うちは真剣にガニガニしてますけど、ただいま11時16分ですね。お父さん食休み中ですね。そしてサニ君は食事中です。ポミ君はあの奥で寝寝しておりますが、お父さんここで寝ないでくださいね。今日もちゃんとお風呂入って寝ましょうね。まあ、ということで、もう少ししたらね、シャワーして寝る準備していこうと思います。タニコおやすみー。タイグニャンニー、ここで寝寝しゅの今日。お父さん何よにくっちょいてたの？あっちゃかかったの？お父さん何よ、そんなにここもあっちゃかくないんじゃない？ほんの一部でも誰かにくっちょいてるとあったかいよね。ね、生き物のぬくもりって本当にあったかいよね。タニフニー、タニくんもとってもあったかいよ。タニくんは本当最近食欲旺盛ですね。食べムラが全然ない。昔はすっごい食べムラがある子だったんですけど、ちょっとね、体重が重くなるとね、食べなくなるんだよね。ダイエット期間に入ったってね、私たち言ってたんですけども、最近はダイエット期間に入りませんね。すごくよく食べる。ご飯入れてても3日ぐらいね、一口食べるかなぐらいっていう時もあったんですけど、朝晩のご飯毎食完食ですね。まあでもね、サニ君ももうね12歳だからね、食べないよりは食べてくれる方のがねいいしね。やっぱ食べないと体力落ちるしね、免疫落ちたりね、いろいろと出てくるかなとも思うから、食べれるっていうのは健康なことだなとも思うんですよね。まあね、ちょっと腎臓のね数値はあれですけどね、再検査でね少しでも改善されてればいいななんて思っておりますが、とにかくいつまでも元気でね、みんなの兄貴として頑張んなきゃいけないんだもんね。超兄貴なんだもんね。いっぱい食べて元気でいようね。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝寝してください。おやすみ。もうすでにポンポコリンで待ってますけど、ポメだ。まみねもおやすみ。ポンポコリンして待ってたんでしゅか。昔はこんなお腹出して甘いもしんしにくってんだけどな、もみなな。安心なんだよね。ポミクはね、ギュッとされるの好きじゃないんですよ。なんか自由が奪われるのが好きじゃないっていうのかな。だけど触ってもらうのはすごく好きなのでね。抱っことかはあんまり得意じゃないんだけど、いい子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 してるのね、ほんと大好きで。ね、ポミちゃん。ポミと今日とっても素敵なお写真撮れたんですけど、ポミタも寝るね。とっても上手なんだよね、ポミも寝るね。ポーズもね撮ってくれるし、自然にも振る舞ってくれてね、なかなかいいモデルさんですね、ポミタね。綺麗で不思議なお空の写真が撮れましたよ、ポミ。ママあそこで必ず写真撮るんだよね、ポミさんのね。ポミタちょっと行ってきてって言うとね、歩いてってね、いいとこでね泊まってくれてね、振り向いてくれるのね。ポミもよく分かってんだよね。お父さんのお土産に持って帰ろうとしてた小枝はね、お写真撮るときにママが撮ったんですよね。お父さんも枝はいらないよ言ってたよ、ポムタ。タネクが活動開始したね。また何かお父さんにいいお土産探しようね。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝寝してください。おやすみ。サムちゃん今日最高にいいとこ入ってんじゃん。一番あっちゃかいとこ入ってるじゃん。あ、お顔出てきた。サムちゃんもおやすみ。あっちゃかいわよにゃの。今お父さん指パキって鳴らしたけど。あ、何か帰ってきた。いいね、ナムちゃん食校。すごくいいとこじゃん。タニクが好きなとこだよ、でもここ。タニクがここで寝たいじゃー言ってるかもしれないけど。あと、お父さんにチュブされないように気をつけてね、ナムニャン。あ、ほら、お父さん動くよ。かわいいでしょ、うん、よかったね、お父さんね。潰さないようにしてあげてね。タニクもお父さん一緒に寝たいって。あれ、ナムちゃんここから出てきましたけど。なんかあるの？おもちゃあるの？どこにあんの？ガニガニさんがあんの？僕入っちゃったの？いいの？内容無事胸取れる？出てきて遊ぶわよしてるけど、まだすごくあったかいとこにいるんじゃないの、タムニャン。いいよね、タムニャンね。ほんとにいいわよ。あっちゃかあっちゃかね。今日も寒いからママと一緒にねんねしてもらおうかと思ったけど、すごくいいとこ入ってるから、サムちゃん今日お父さん温めてあげてください。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやすみ。本日も無事にベッドルームやってまいりました。ただいま1時50分になります。お父さんね、座ってたから大丈夫かななんて思ってたんですが、スーッとね横になってと思ったら、こうとか言い始めて、あー寝ちゃったと思いまして、小見さんも寝かしたり私こちょこちょしてた時に一瞬起きて携帯見てたんですけど、またそのままスーッと寝てしまったのでね、特に声かけるんですね。私はシャワーを浴びました。ということで本日はですね、
お買い物行ってお散歩行ってっていうね、まあ普通の一日だなんですけれども、 iPhone でね写真撮るのにね夢中になってて、ビデオ撮るのねすっかり忘れてしまったんですが、ゴルフクラブのね入り口まで行くときは必ずね写真をね撮るポイントが私ありまして、ポミグにいてもらってお空とね山とね、まあ自然が広がってるみたいな写真なんですけど、お天気がねあまり良くない時は撮らなかったりするんですが、今日はねいい感じだったので撮ったんですけど、本当にね綺麗でね不思議なね写真が撮れまして、すごくね幻想的でね、お空が不思議な感じで、でもすごく綺麗で、 SNS にアップしたんですけど、もう無加工でアップしたんだけど、なんでだろうな、絵画の中にポミがいるみたいなね写真になって、うち毎年トーマス・キンケイドさんっていう方ですね、絵描きさんなんですけれども、もう亡くなられてる方なんですが、その方が描かれたディズニーの絵のカレンダーをね大小購入して使ってるんですけど、そのね絵がすごくね幻想的で好きなんですが、お父さんがねトーマス・キンケイドの絵みたいなねって言ってて、本当にすごくね幻想的でね素敵な写真が撮れたなって、まあ自画自賛なんだけど思っておりまして、綺麗で不思議なお空の風景の写真っていうのかな撮れたんですが、インスタねツイッターご覧いただいた方いらっしゃるかと思うんですけれども、この後にね編集でね今日撮った写真ね入れてみたいと思います。まあ、こんな感じのね写真が撮れまして、このビログを撮っているカメラでね撮ったらどんな風に写ってたんだろうっていうのがね今すっごく気になってて、ビデオにもね収めればよかったなと思っております。まあまたねゴルフクラブのね入り口まで行く時はですね、お天気いい日はねポミ君被写体にね撮影ポイントがあるので、季節によってねお空とか風景のね移り変わりもあると思いますし、そういった変化のね記録を残すのもいいなとも思うし、単純にね私あそこから見る風景がすごく好きなのね、これからもですね写真撮りためていきたいなと思っております。ということで本日はこのあたりで電気消して休みたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。